毎週火曜日はお役立ちよかようご飯。長崎の旬の魚、そして長崎を代表する魚、アジと新生姜のさっぱりちらしを作っていきます。教えていただくのはフードプロスタジオ料理家の山川陽子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今月のテーマが長崎の旬を食べようということでなんですが、今回のお料理の鍵となるものは何でしょうか。はい、ズバリ寿司飯になります。はい、油の乗った旬のアジの美味しさにかなうには美味しい寿司飯が大事ですので、美味しく作るポイントをしっかりお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、そして今回の試食もキヨさんです。はい、長崎県はアジの水揚げ日本一、魚芸人のキヨちゃんぽんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、楽しみ、寿司大好きなんで楽しみです。そうなんですね。はい、いや今回本当に期待していてくださいね。本当に。はい、はい、それでは早速作っていきましょう。お願いします。まずは寿司飯には欠かせない合わせ酢作りからですね。はい、作っていきましょう。れなちゃん、はい、お願いいたします。はいはい、まずはこちらの酢、お酢、そして砂糖ですね。はい、こちらお塩か。お塩、お塩、あ、お塩、あ、かかった、入ったと、お砂糖投入して、はい、はい、よく混ぜて溶かしてください。はい、ガーッとしっかり混ぜていきます。はい、ちょっと砂糖と塩が多いのでね、頑張ってしっかり溶かしていきましょう。はいはい、この分量がやっぱり合わせて大事ですよね。今回ちょっとお砂糖多めにしてますので、うん、味とまたこれが相性良くてですね、美味しいんですよ。長崎の人が好きなね、味になるんですよ。はい、これがOK ですかね。はい、少し溶け残りがあっても、はい、ご飯が温かいので大丈夫だと思います。はい、そしたら熱々のご飯に回し入れていきます。はい、さあここが本日一つ目のよか用ポイントです。よか用ポイント、熱いご飯に合わせ酢を合わせる。これなんで熱いご飯がいいんでしょうか。ご飯が熱くないとですね、合わせ酢を吸ってくれないんですよね。うん、冷たいご飯だと米のでんぷんがキュッと固まって縮んでしまっているので、うん、なかなか馴染んでくれないので、必ず熱いご飯で飯を作ってください。炊くときもやっぱりちょっと固めがいいんですか。ね、はい、あの酢の水分が入りますので、うんうん、気持ち固めに炊いていただくと良いと思います。知らなかった、ね、ご家庭のちょっと固めモードとか寿司飯モード、そうですね、炊飯器ついてると思いますので、それで、ね、はい、炊いてみてください。はい、はい、そしてここからは内輪で仰いでいきます。はい、ちょっとごめんなさい、ね、内輪がね紛失、あったあったあった、奥にあった。はい、こちらの内輪で寿司飯を仰いでいきます。奥の方にね、直しちゃってたのね。奥まで行っちゃってました。はい、ここもよか用ポイントなんです。出た、よか用ポイント。はい、合わせ酢が馴染んだら手早く内輪で仰ぐですね。はい、お酢の水分をですね飛ばしてあげることでベタっとせずにさっぱりと美味しく食べることができます。大事なんですね。大事なんですよ。いや、なんか何気なくね、いつも仰いでたんですけど、そんな意味があったんですね。冷まさなきゃ冷まさなきゃって結構皆さん頑張りがちなんですが、うんうんうん、冷ますっていうよりは水分を飛ばすためにしっかりと風を当ててあげてください。おお、なるほど。確かに寿司職人やってますもんね。そうですよね。なかなか家じゃね、うんうんうん、そこまで気が回らないですけど、そうですね、大事な作業なんですね。うんうん、一肌ぐらいまで冷めした方が美味しい、今美味しいので、はい、ある程度水分も飛ばしつつ、はい、冷ましつつっていう感じで風を当てていきましょう。はい、どうですか。いいですね、ご飯が酢を吸ってツヤっとしてきてますので、はい、良い状態だと思います。はい、OK ですかね。はい、はい、それでは続いて具材の方を確認していきましょう。まずはこちらは新生姜ですね。はい、こちらは皮付きのまま使っております。細めの千切りにしてください。で、大葉も千切りですね。で、みょうがは斜めの千切りにしております。で、梅は種がありますので種を除いて粗く叩いておきましょう。美味しそうですね。はい、具材もねいっぱいあって美味しそうですね。美味しいですよね、さっぱり。はい、続いてメインのアジですね。アジ、はい、はい、今日お刺身用のアジを使っていくんですが、はいはい、お刺身用として売られているものでもこの中のところ、真ん中のところに骨がありますので、はい、骨抜きなどを使って中骨を除いていきましょう。ピッピッピッって抜けていくんですね。はい、しっかりと掴める、ちょっと太めのピンセットとか毛抜きみたいなものが売られてますので、うんうんうん、魚用で使ってみてください。これ方向があるんですよね、先生ね。そうなんですよ、抜く方向がね、頭の方に向かって骨があるので、こっちにこう、こっちに向かって頭の方に向かって抜くとスッと抜ける、はい、スッと抜けると思います。気持ちいいですね、これ。気持ちいいですよね。骨があるとお子さんとか嫌だと思いますので、うんうんうん、取ってあげてください。はい、骨をしっかり抜いたら、はい、一口大に切っていきます。うん、このアジ大きいですね。はい、旬のアジはね、脂も乗ってるし身もブリッと大きいので
切り方もちょっと大きめにガツンと今日は行きたいと思います。やっぱサイズも違うんですね、旬だと、はい、ちょうど今旬ですもんね。そうですよね、美味しいですよね。さあ味を入れたところで、はい、はい、味をつけていきますね、はい、お醤油と、はい、お醤油、はい、新生姜、新生姜、ここに生姜入れるんだ、はい、臭みも取れますので合わせて5分ほど置いておいていただけると良いと思います。おー、この後 CM を挟んで仕上げに入っていきますよ。今日はアジと新生姜のさっぱりチラシを作っています。もうあとは混ぜるだけ。早い、はい、早いですよね。簡単ですね。はい、合わせていきます。まずはごまです。はい、そして大葉ですね。大葉、はい、たっぷり入ります。そしてみょうがです。みょうが使うんですね、はい、うん、他にもなんかおすすめのトッピングってありますか？ネギも合うと思いますし、ねね、はい、刻み海苔とか、うん、今日ごま使いましたがごまの代わりにナッツ類とかでも美味しくなります。あ、はい、砕いたアーモンドとか、はいはい、アーモンドちょっとおしゃれに扱うと割と洋風寿司みたいになってちょっと華やかになるので、新しい、それも友達が来る時とか作ってあげるとちょっとすごいみたいな、なると思います。梅干しも加えて、そしてアジですね、はい、最後にアジ全部入れちゃって、はい、あとはしっかりと混ぜ合わせていきます、はい、ここでしっかりと混ぜたらこれで完成です。完成。今日は暑い夏でもさっぱり美味しく食べられるアジと新生姜のさっぱりチラシを作りました。